皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ドジャースの大谷翔平投手は25日、日本時間26日、本拠地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ、7回戦制、第1戦に1番、指名打者で先発出場。8回にワールドシリーズ初安打となる右声え二塁打を放ち、同点劇を呼び込んだ。5打数1安打1得点で打率277。 チームは延長10回にフレディ・フリーマン内野手が1号満塁弾を放ち、6-3で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。1点を追う延長10回にし満塁で、フリーマンが左翼コルテスから右翼席へ運んだ。劇的すぎる勝利に本拠地は大歓声。騒然とした雰囲気に包まれた。大谷の待望の一打は1点を追う8回1死だった。 9円右腕ケインリーの外角チェンジアップを捉え、右翼フェンス直撃の二塁打を放った。四打席目で生まれたワールドシリーズ初安打。日本選手がワールドシリーズで安打を放つのは2014年ロイヤルズ・青木のリチカ以来10年ぶりだ。二塁トーレスが外野からの返球を弾く間に三塁へ進塁。ベースに到達すると、おたけびを上げて自分ベンチを鼓舞した。 続くベッツの中木比で生還同点劇を呼び込んだ苦しむ中で出た一本だった初回戦先頭アンコールの初球95.8マイル約154.2キロに反応したが中堅フェンス手前で失速中飛に倒れた3回西も初球から積極的に振っていったが2ボール2ストライクから低めのナックルカーブに空振り三振した 6回無視二塁では夕頃、コールの高めチェンジアップに打ち取られた。延長10回一死一二塁で迎えた第5打席は左邪秘。左翼ベルドゥーゴの攻守に阻まれたが、ベッツの敬遠で満塁とし、フリーマンに劇的サヨナラ弾が飛び出した。ドジャース・フラハティ、ヤンキース・コールの両先発の好投で4回まで両軍無得点。 ドジャースは5回1・3塁のスミスのウギヒで先制したが、ヤンキースは直後の6回1・1塁からスタントンが左翼ポールサイへ逆転ツーラン。ガーディアンズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦から4試合連続となる一発で試合をひっくり返した。1点を追うドジャースは6回1・3塁、7回1・2・3塁の絶好機を生かせなかったが、8回のチャンスで同点に追いついた。 同点の9回西1、2塁では9エントライネンがジャッジを夕日に打ち取った。延長10回に1点リードされたものの、意地の逆転サヨナラ勝ちだ。26日、同27日の第2戦では山本由伸投手が先発する。日本投手では2007年レッドソックス、松坂大輔、2017年ドジャース・ダルビッシュ有以来の WS 先発となる。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。